この光の先に何があるか。わい、これいつのっすか、これ。俺は知りたい。カビ生えてますよ、この世界の頂点に。キモい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 。この世界の果てに何が待っているか俺は知りたいんだよな。あ、わかるか。わからんというのか、貴様。この世界の果てに何が待っているというのだ。神よ、教えたまえ。緑虫。飲んで。さすがにこれやばい。飲んで。これいつなんすか。飲んで。いや、一口。めちゃめちゃ愉快になりますね。今もう3時っす。え、おやすみなさい。ずっと撮ってたね。あー、テトラポットのぼおおて。こんにちは、アルシです。やってまいりました、ポケモン GO! ブロフシシンジです。よろしくお願いします。あんまり言ってないんですけども、ポケモン GO! 本気でやってまして、ちょっと図鑑見るかい？図鑑を見た感じ、こんな感じです。捕まえた数139、見つけた数142。国内で捕まる、デジモンは、142匹でございます。3匹です、ポケモンが足りないと。その3匹は何かと言いますと、まずここです。68万。カイリキー。あと、プテラとカイリュウがいないんです。カイリュウとカイリキーに関しては、まあ、すげえ蚊が多いな、今。と、ワンリキー、ミニリュウ、相棒にしたら、ラメ玉が自然に溜まるので、そこはなんとかなりたいところはある気がする感は否めない。ただ、プテラよ。プテラがね、進化しないから、もう捕まえるしかないんですよ。そこでね、私はどうしようかと言いますと、今回頑張ってね、俺はこの日のためにポケモン GO、ララララ、10キロ卵を4つ準備しました。10キロ卵からなら、プテラが入るかもしれない。あと100メートル動いたら、10キロ卵が4つ一気に割れるので、今日は、寄った勢いで、プテラが出るかどうかをね、まあ試しつつ、プテラが出れば嬉しいなっていう動画です。ラララ。というわけで、まずは100メートル歩きましょう。吐きそう。100m。 頑張ろう。親って出た瞬間勝ちだからね。うーん、ペースだな。100m これすんの。完全俺魔物じゃん。やべ、出た。稼げますよ。本当に。ガチで見る。やばいやばい。普通に捕まえる。普通に捕まえる。いやー。俺んちの周りどうなってんの。オッケー。はい、というわけで来ました。ついに来ましたよ。10キロ卵4つ、一気に割ります。さあ、まずは1人目。頼む。プテラ。ベー！口キモスじゃないですか。厳しいよ。これは厳しいよ、マジで。頼む、頼む、頼む。10キロ卵でしょ。頼む、頼む、頼むよ。ドルーッ！もうやった。でも、あと2つありますから。ダメ、プテラ、ほんと、プテラ、プテラ、来い、プテラ来い。もう許して、もう許して、ほんとに嫌だ。ラスト1個です。